昨日、我々がね、大選とかね、統一教会の講義やったんですよ。で、その後にですね、孫氏の党の幹事長がですね、来ましてですね、で、孫氏がね、動いてくれないから、翼の党でやるっていうことなんでしょうけれども、あんた、孫氏説得せえやっちゅう話ですわね。孫氏を説得しないで、で、翼の党でやる。昨日の彼らのね、新党のこの、祝詞もどきをね、上げてですね、で、信徒をバカにしてですね、もう歌って踊ってのどんちゃん騒ぎ。で、さらにそこにね、そこに中華国民党もね、入ってたんですよね。中華国民党も一緒になってやってるというですね。だから昨日参加してたのが、昨日ちょっと確認したんですけど、翼の党というところと、それからごぼうの党、明日の話題党、中華国民党、4派だかな。あともう一つ実はですね、まあ違うところでやってたんですけれども、まあこちらも亀さんですね。亀頭の方ですけれども、平塚なんとかっていうやつがやってるなんちゃら党、主権党だったっけ？まあこの主権党っていうのが別のところでね、こうやっていたということで、渋谷駅の方でやってたんですね。だからみんなね、渋谷駅に集結してたんですよ。だからあとこれにね、チャンネルパンダが加われば、今度パンダさんがね、日本派集合とか言ってですね、討論番組やるから日本第一党も出てくれっていうので、それで誰が出るんだっていうことで、こっちが問い合わせしたら、帰ってきたのが今言った5人ですがな。今言った翼の党、ごぼうの党、明日の話題党、中華国民党、あと何だったっけ、孫氏の党というですね、ようやるわというですね、そう、パンダがいたらこれもう本当にね、勢ぞろいだったんですよね。とにかくね、こういろんな強者が集まってね、昨日は騒いでたんですよね。本当にね、この連中と日本第一と一緒くたにされなくてよかったというですね、こいつらと一緒くたにされたら、本当に桜井としてもね、もう不本意極まりないんでね。いや、昨日グラサンかけたのは説明したけれども、ハレーションを起こすんですよ。もう白でしょう。まあ白っていうか、要は外がね、天気がいいでしょ。そうするとね、外の横断歩道とかが白いんですよ。あれがね、目に来るんですよ。あれが目に来るんで、まあそれでね、あれが目に来るんで、まあそれでね、ちょっとね、グラサンかけて出たんですけれどもね。もうだからね、日本第一党から離れろやっちゅうのに離れないんですよね。だからまたね、今度の24日ですね、24日の国葬反対をね、訴えるデモ行進ですけれども、なんかやりそうな気がするんですよね。ねえ、もう、頼むからね、頼むからどっか遠くでやってくれというですね、まあ、24日は新宿ですけれどもね、新宿に、3時45分集合。3時45分、JR 新宿駅東口駅前広場、アルタ前広場のことですね。アルタ前広場に集合いただいて、4時にですね、デモ隊を出発させます。4時にデモ隊を出発しても、デモのやり方は前回の7月31日に統一教会日本から叩き出せデモと同じですね。同じ形でやります。まあ、ただわからない人もいるかもしれませんので、とにかくね、3時半。3時半に、もう JR 東口駅前、まあ、アルタ前広場の方に集合していただければと思います。場所がね、どうしてもわからないっていう方は、とにかくね、JR 東口、新宿駅の東口に来ればいいですから。JR 新宿駅の東口に来たら、もう目の前が広場になってますのでね。いや、まあね、まあ。合わせちゃいけない法律っていうのはないんでしょうけれども、合わせちゃいけない法律っていうのはないんでしょうけれども、はっきり言っていいですか？迷惑です。あなたたちはあなたたちでやっていいし、こっちも何も言わないでしょうに。やめろとか言わないでしょ？あなたたちはあなたたちで勝手にやってくれりゃいいんだけれども、もう彼らはね、日本第一党という名前に寄ってくるんですよ。で、一緒にやってしまえば、自分たちの名前が売れる。というですね。